おい、フィッシャーズさん、なんか YouTuber で運動神経いいって言われてますね。言われてますな。グループ系 YouTuber で一番運動神経いいの俺らだ。おぉ、そりゃそうだろうが。どのグループ YouTuber よりも全てのことをうまくこなせる人がある。そうだ、よく言った。そうだ、そうだ。から今日我々はフィッシャーズさんに喧嘩を打った。よし、絶対俺らの上だと。おぉ、見せつけてやろう。お願いします。じゃあ挨拶行け。みんな、もうダメだ、そんな時。5番あきたん、ゆうか。はい、今日のですね、何をするかというと、フィッシャーズさんの喧嘩勝ってみたい。なんかあった。ありました。フィッシャーズさんが YouTube の企画で、はい、いろんなボールをバスケットボールに入れる、うん、シュートを決めるっていう企画をやってたんですよ、うん、で、なんか他の YouTuber さんも挑戦してみてねみたいな、うん、言ってたんですよ。俺ケンカ打ってんのかー。ブラー、挑戦してみてねーでしょ。ヘルトってじゃねーか。早いって早いって。いろんな YouTuber さんが、フィッシャーズさんは信頼度高い、はいはい、なんかグループ YouTuber で一番なんかこう運動ができると、はい、言ってるんですよ、はい、ふざけてんじゃねえ。おい、それに関しては俺も思ってる。もうダメだ、そんな時。やばい、全然やばい、やばい、やばい、やばい。だからもう今日見せつけてやろうと思って。そうだね、フィッシャーズさんがやってたことを全く同じことやって、うん、フィッシャーズさんのタイムを越すと。おー、いい。そしたらもう俺らの上。わかりやすい、ね、わかりやすく。俺らはスポーツ何でもできる系 YouTuber だもんね。本当にそう。だから今日フィッシャーさんに勝って、はい、まず俺らが YouTuber で一番運動神経いいって見せようよ。そういうことですね。そういう企画マジで見せとこう。あわよくばフィッシャーさんとコラボがしたいのよ。お願いします。それは本当にそこだ、瞬間は。まあ、ルール説明はこの後に詳しく進んで、はい、楽しみます。はい、僕たち4月10日3周年記念に30万人を目指しているので、今チャンネル登録をありがとうございました。ありがとうございます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 。本当に。それでは早速やっていきましょう。せーの、最後。はい、ということで5種類のボールを用意しました。はい。このボールを順番に決めていってタイムアタックをしていきたいと思います。なるほど。はい、縦に5人並んでだんだん離れてる感じなんですけど、1つ目これバレーボールでございます。この赤い線に8位のアンダーハンドで入れます。これを入れたら次の人決めろよ。やばい。2番目はサッカーボールですね。サッカーボールを蹴ってバスケットボールに入れます。ここフリースローのラインからですね。こんな感じで決めろよ。で、今回ここ初めなんですけど、私が説明します。初めはスリーポイントラインから普通にシュートで入れます。やばい、次も俺なんだな。で、4番目、これ今回私ですね、はい、野球ボール、まあ、これ黄色いラインがあるんで黄色いだから投げています。ファンコートの線より距離前ぐらいですね。ねえぞ。本番頑張ろう。最後僕なんですけど、まあ、この黄色い線、ハーフショートより後ろですね。ハーフコートよりも後ろのラインだ。ラグビーボール投げて決めればこれで終わりです。僕がこのボールを決めるまでのタイムアタックで勝負していきます。みんなや。来てくれなかったの？ねえ、なんでみんな来てる？入らないときだってあるもん。そうだよ。
こっちのバレーボール3ヶ月間やってたのよ俺。あ3ヶ月やって辞める時にコーチに泣かれてんだよ。100年に1人の時代が辞めないでって。そうなの？こいつが1回で決めれないわけないやん。本当かよその話。集中したらいいけど。ちょっとガチやってみて。これね。はい、以上ゆうとさんでした。うわむずいね。試作戦会議、はい、よいしょ。ピッツァーズさんの動画見たら9分28秒とかだったから、うん、それ以内に行ければもう全然。そういうことね。一番目は私はね30秒以内ですか。そうだね、もう20秒30秒です。20秒以内、やっぱこれはあんまりあの壁として見てない。そうだ、俺が終わったらもう速攻ボールヒルがあるから、そこの速さ。ああ、これね、ボールヒルの速さも結構大事になってくる。大事大事。ぴったりになってくる。これ2分。いや、1分。おお。これ1分いったらでかい。大きく出たね、1分は。だいぶだよ。1分半ですよ。そうだよ。うん。あれをやって練習見てたらめちゃくちゃですよ。やっぱ、バスケ上手いから。まあでも3球か、5球。5球以内に決める。おお、大きく出たものな。時間じゃなくて、本数で。で、俺が。いや俺もだから1分半1分半いや1分ぐらいね。今はもう結構入った。そう、投げまくれれば1分いけるかな。そしたらもうそれ、そしたら3分よ。そしたら3分で6分。おお、6分あるよ。いや3分。おお、これでこの挑戦で5分切ったら結構エグいと思う。5分やばい、ね、5分切ったらやばいわ。やばすぎ。多分ギネス狙いだ。確かに。ギネス。やギネス。マジでエンドレス5人で協力して誰かを倒す、うん、なかなかない企画だから。いや、ほんとに。マジ絶対勝とう。絶対です。絶対です。もう。フィンチャーさんに出て勝つぞ。せーの、スタート。じゃあ行こうか。行こう。行こう。集中しよう。行きます。集中しよう。行きます。よーい、スタート。うわー、やばいよ、ゆうと、やばいよ、やばいよ、ゆうと。あー、やばい、それは。落ち着け、落ち着け。落ち着いていこう。よし、よし。OK。OK。20秒大丈夫、いける。大丈夫さ。はい、焦るな、焦るな。惜しい。全然いいよ、全然いいよ。はい、あーやばい。すごいすごい。あ、来た。あー、全然いいよ、全然いいよ。来い。うわー、惜しい。最高。はい、まだ1分50秒、2分経ってない。さあ、押せて押せて。おー、入った入った入った。おー、入った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 。最後最後、すごい、すごい。あるある、押せて押せて。オッケーよー。いや、つれたつれ。きた。うわー、やばい。うわー、うわー、
でいいよ、間の2人いいよ。はい、はい、オッケーよー。うわー、ある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 、来てるよ。あー近い、大丈夫大丈夫。わー惜しい、いいねいいねいいね、いいね。大丈夫、落ち着いて、落ち着いて。行け行け行け。うわぐらいから、ね、素晴らしかった。すごい、ここそんな早く来るかと思って。そうね、今始めか、始も3球ぐらい、3投できる、言った通り、うん、ちゃんと4球、頑張りました。本番決めたやばない、頑張る。コバもいかかった、コバも3球ぐらい、うん、3球あれやばいね。俺こっちでなんか準備してたらもう確かにそうだ、ここのロスちょっと危なかった、めっちゃ頑張れてた。最後ラグビーボールはもう投げ方が難しすぎて、なんか投げた時ないボールじゃん、回転がおかしいから。そう、右行った左行ったですよね。マジで俺無理かなとも思ってたもん。確かに練習見た感じ、はい、入んない可能性全然あるなと思ったけど、アキトに言ってたもん、絶対決める、3分で決めるって言ってたよな。あ、言ってたね、3分だった、集中できたよ、よかった、いやマジでよかった、マジでよかった。うわ、なんか俺久しぶりにあんな喜んだ、久々にあんな叫んだ、見返したらめっちゃキモかったもんね。こういうなんか面白いことを考えてくれるフィッシャーさんだよね、すごいな。いつか、いつか、いつか、いつかですね、直接対決で潰します。やべえね、それです。はい、ということでフィッシャーズさんとエンドレスのガチ対決が見たい方はチャンネル登録、あ、コメント、これよか、インスタグラムフォロー、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いします。ハロー、じゃねー、すごい、ナイス、マジですごい。今日も動画見てくれてありがとう。いつかフィッシャーズさんとコラボしたいですな。明日の動画はもうめちゃくちゃ晴れてたからめっちゃうまそうな飯を食ってみたよ。じゃあねー。